西側にあたる方は、ここは埼玉市北区だと思いますが、特に何も開発されておりません。今日は梅雨の合間ということもあって、流れはさほどなく淀んだ感じになっておりますが、これはいつものことです。ここは中橋という橋になります。何が中なのかは分かりません。埼玉県を流れる鴨川リポートを終わります。